レシピ通りに作ってるのに、どうしてジュディスのお料理と同じ味が出せないんでしょう。私の場合、味付けは舌頼りだから。調味料の配合バランスを変えてみたり、レシピにない調味料を加えてみたら。なるほど、やってみます。リタ姉から的確なアドバイスが聞けるとはな。何よ。そりゃ私は料理苦手だけど、味付けは薬品の調合と似たようなもんじゃない。異論はないけど、納得してはいけない気がするわ。味見を忘れなければ大丈夫じゃろ。多分ジュディスやユーリのお料理が美味しいのは、やっぱり独自の味付けだからなんです。そうね、レシピに頼ってたら美味しい料理にはならないわ。料理って難しいんですね。でも頑張ります。もっと美味しい料理作りたいです。一番の調味料はその気持ちなのじゃ。